皆さんおはようございます。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全体とダバオ地域に関する情報をお伝えします。今日はですね、結構シリアスな話題となります。いよいよフィリピン全体もですね、そしてダバオ市に住んでいる私も含めて現実に向かい合わなければならない時かもしれません。それでは本題に移る前に、フィリピン全体の感染者数の情報をお伝えします。こちらですね、これは5月25日午後4時現在の数字です。感染者の総数は 14,319 人となっていまして、 14,000 人を超えています。で、新規感染者が284人と大きく増えていますね。そして回復者は74人増えて、回復者の総数は3323人、そして死者数は5人増えて、死者の総数は873人となっております。NCR マニラ首都圏は新規感染者のうちの 60% を占め171人、そして次に多いのがリージョン7、セブヤボホールを含めた中部ビセア地方から 25%、 70人、そしてその他の地域で 15%、 43人となっております。5月25日マニラ首都圏地域の評議会の議長によると、マニラ首都圏では3人のリーダーを除いて全ての地域の最高責任者が6月には修正を加えた強化されたコミュニティ隔離、通称 MECQ と呼ばれてますけども、それからさらに緩和された一般的なコミュニティ隔離 GCQ に移行したいと言ってるとのことです。メトロマニラ評議会の議長は、数ヶ月のロックダウンの経済的影響に対処するのがかなり難しくなっていると述べています。また新型コロナウイルスの経済的影響はマニラ首都圏だけでも大変恐ろしいものになっているとも述べています。新型コロナウイルスに対する国家タスクフォースの副議長を務めているエドアルド・アーニョ内務自治大臣は、状況が改善した場合、マニラ首都圏は一般的コミュニティ隔離の措置へ移行される可能性が高いという発言をしています。しかし、この改善とは何をもって改善というのかは明確に発言されていません。ということで、マニラ首都圏の方ももう経済的に厳しいということが、この地域を治めているリーダーの切実な声となっているんですね。はい。この流れでダバオ市の状況についてもお伝えします。こちらはさらに具体的にダバオ市長がシリアスな発言をしています。こちらもまずは感染者数の情報からご覧ください。ダバオ市長は5月25日時点で、ダバオ地域は5月25日の午後5時の時点で新規感染者が2人増えており、これで感染者の総数はダバオ地域全体で253人となっています。新たな死亡者は出ておらず、死亡者の総数は25人、そして新たな回復者が2人出て、回復者の総数は127人となっております。こちらの図の左の中央がダバオ市の感染者数の情報なんですけども、ダバオ市だけで感染者数のほとんどを占めています。231人ですね。はい、ここでダバオ市のサラ市長の発言がサンスターダバオの Facebook ページに掲載されていましたのでご紹介します。いずれも5月25日のラジオインタビューでの発言となっています。まず、ダバオ市のサラ市長は、6月以降2ヶ月間再び強化されたコミュニティ隔離という強い規制に戻るという噂がありますが、ロックダウンは行いませんとしています。それはお金に余裕がある人であれば2ヶ月のロックダウンでも持ちますが、そうでない多くの人がいるため、ダバオ市としても2ヶ月もの間ロックダウンを行う余裕がないからですとしています。ダバオ市は4月4日から4月19日までをもともと強化されたコミュニティ隔離措置というのを行っており、それを4月26日まで延長しています。さらにそれが5月15日まで延長され、5月16日から規制を緩和して一般的なコミュニティ隔離が行われており、5月31日まで行われる予定となっています。そしてその後6月からはまた元の強い規制に戻るんじゃないかという噂が流れていたんですね、しかもそれが2ヶ月っていう噂だったらしいんですが、それはありませんということを5月25日のラジオで市長が否定をしています。それでは5月31日までの一般的なコミュニティ隔離とされているんですが、その後はどうなるかと言いますと、ダバオ市長はこれも同じく5月25日での発言ですけども、その25日から5月31日までの間に
特に大きな変化がなければ5月31日以降は一般的なコミュニティ隔離、今行っている隔離を延長する、もしくはもうちょっと緩和して緩和された一般的なコミュニティ隔離への移行となるだろうと発言をしています。そしてダバオ市としては感染者の発見、そして感染者の濃厚接触者を探すという追跡調査、そして感染者が多く出ている地域の特定といった対応をしっかり行っていくしかないとし、それでももし多数の感染者が出てしまい、そしてその方たちが亡くなってしまった場合はもう大規模な火葬を行って大規模な集団埋葬をするしかないと、そういう発言もしているんですね。そしてそれに対してはもうそれが新型コロナウイルスの現実ですとも発言しています。その上で大事なのは今できることをしっかり行うことですと、新型コロナウイルスに対するマネジメントをしっかりやるしかないですということを発言しているんですね。その市長の発言を裏付けるものとして、すでにダバオ市で行われているのがダバオ市のアグダオ公共市場の閉鎖ですね。これはダバオ市のフェイスブックページに載せられていた発表なんですけども、アグダオ公共市場と有名な市場があるんですが、そこを5月23日から無期限閉鎖としています。これは市場の消毒を行い、そして約3000人の市場で働いている関係者の人の新型コロナウイルスの検査を行うという目的で閉鎖をしているとのことです。アグダオ市場関係者全員の検査が終了しない限りは市場は再開されないとのことです。これは市場で働いている販売業者と市場での買い物客との間での大規模な感染というのを回避するための予防策の一部とされています。5月25日からの検査は迅速診断検査が行われ、過密を回避し社会的距離を維持するために指定された人が指定された日にアグダオ市場に行って検査を受けるとのことです。市場再開の仮の予定日は現時点で6月1日となっていますが、再開予定日までに検査が終了しない可能性もあるため余裕を持って無期限閉鎖と発表しているとのことです。市場閉鎖期間中はダバオ市長室から販売業者への助成金が出ることとなっています。アグダオ公共市場閉鎖の背景には、市場の近くにあるバランガイレオンガルシアシニアという場所で感染者が増加しているということがあります。5月21日に発表されたダバオ地域の新規感染者が13人だったんですけども、その13人すべてがアグダオ市場近辺のバランガイレオンガルシアの人だったんですね。そしてその翌日の5月22日の新規感染者もう5人出たんですが、その5人のうちの3人がやはり同じくレオンガルシアの人だったとのことです。そういった理由で今回の閉鎖、そして集団検査の実施につながっています。このようにダバオ市政府は感染が多くなっている地域での無作為検査を通してコミュニティごとに感染者を発見するという試みを強化し始めています。ダバオ市のサラ市長は以前からアグダオ公共市場やもう一つ大きなバンケロハン市場というところがあるんですが、そういった市場は感染リスクが高いエリアであるということを発信し続けています。ダバオ市にお住まいの皆さんはこれらの地域に行くことは極力避けるようにしましょう。またそれらの地域にお住まいの方はくれぐれも外出の必要がある際はお気をつけください。というわけで、いつまでも厳しい規制を続けるということがいよいよ経済的に難しくなってきたと、このマニラ首都圏の評議会の議長、そしてダバオ市長の発言によって明らかになってきています。もうフィリピンには多くの貧困層をはじめとしてその他の中間層を含めた国民を支えていくだけの経済的余裕がないということですね。新型コロナウイルスに対するダバオ市長の姿勢もちょっと前までは、感染者が少しでも増えたらすぐに強化されたコミュニティ隔離、一番規制の強いところに戻すからねっていうことを言ってたんですけども、最近は逆にもう緩和をして、ダバオ市の外との交通の規制も解いて、とにかく経済を回していこうという方針に切り替わっています。もちろん引き続き不要不急の外出はせずに、もうショッピングモールにもう用もないのに行かないでくださいという発言も引き続きなされています。ということで、とにかく今は経済を回しながらどうやって感染者を発見して、そしてその感染拡大を抑えていくかと、本当に慎重に状況を見極めながら手を打っていかなくてはならないという非常に難しいところにあると思います。私たちフィリピン住民も、そしてフィリピンの国民の皆さんも、こういった中で働かなくてはお金が稼げないですし、またこの中でもまだ働けない業種の人もいらっしゃるんですけども、そういった人たちも食料品とか
薬を買いにどうしても外に出なくてはいけないということもあります。私はダバオ市長の本気度を感じています。とにかく現実に向き合って目の前のできることを全てやっていくと、経済も回しつつ感染者の拡大も抑えていく、それしかないという決意ですね。フィリピンの国のリーダーやダバオの市長もこうやって規制が緩和されて人の動きが多くなっているので感染者は増えるだろうとしています。もうすでに規制緩和によって街には多くの人が出歩いていますので、今は誰が感染していてもおかしくない状況ですから、引き続き油断はせず何が何でもコロナにはかからないという決意でお互いにですね生活を送っていきましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。どうぞお体にはくれぐれもお気をつけください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。